2019明治安田生命 J2 リーグ第9節アビスパ福岡対 FC 町田ゼルビア、会場は東平尾公園博多の森陸上競技場です。ではスターティングイレブンフォーメーションでご紹介します。では町田のスタメンとフォーメーションです。17番の元アビスパ下坂、左に展開、中島がこの位置にいます。ゴール前には富樫の頭越えてファーサイド、こぼした、シュート打った。8番のジョンチュングン、これは強烈なシュートでした。積極的にねクロス上げてきますね。はい、篠原、今日ボンドジェ3バックの中央に入っています。右に展開してカット、中島ボールを持った、縦に流した、中には富樫慶満が入っている、ロメロフランクもニアにいる、下坂入れてきてファーサイド、富樫素晴らしい、町田先制、9番の富樫慶満ヘディングで先制点決めました。1対0、ドンピシャという形でしたね。まあ、ここでのパスミスがね福岡としては痛かったですよね。はい、まあ、ここでサイドに振ったことで、まあ、ディフェンスラインボールボッチャになってるんですよね、ここで中は。でここも下坂選手ね、非常にいいクロスボールでしたね。はい、まあ、ジョコ選手がね対応はしてたんですけども、富樫選手のこの入り方が非常に良かったですね。いや、打点も高いですね。さあヤンドンヒョン、使い方はね良、はい、かったと思います。三国も高い位置を取る、三国ケネディエムス、中には松田がいる、ファーサイドこぼれた、17番の松田、ここは合いませんでした。非常に、ね、惜しい展開でしたね。まあ、このボールもね非常に良かったですよ。はい、さあ中央、ヤンドンヒョン非常にね効果的ですね、はい、このプレー。さあ左サイドに展開、枠中には前川が待っている、切り返してシュート、いや、こぼれた、いやー、ナイスセーブ、ヤンドンヒョンのシュート、いやー、いや、増田がよく抑えました。よく反応しましたね。はい、後半に入ってまだ両チーム手元の集計ですとシュートはありません。さあ運ぶアビスパ、田辺左に展開、和子、さあゴール前にはヤンドンヒョン、近くに増田、越えた、ヤンドンヒョン、ヤンドンヒョンのヘディングシュート、そこから前に送って、このボールは奥山がボールを取りました。ジョンチュング、少しねちょっと福岡がロメロフランク、シュート放った、遠い位置からロメロフランクがシュートを打ちました。北島から左へいい展開、17番の松田、さあ松田駆け上がってゴール前にはヤンドンヒョンがいる、ヤンドンヒョンのヘディングシュートはゴールマウスの上でした。さあロメロフランク、ボールを持った、はい、山内と、そして富樫慶満がいる、戸高も上がってきた、富樫慶満ボールキープ、富樫慶満からファーサイド、こぼれた、打つか、シュート放った、29番の森村、森村浩太が決めました。2対0、この時間帯に町田追加点。ここで3対2の状態でロメル・フランク選手がこの奥をしっかり見れてましたよね。はい、で、まあ、この2度のサイドチェンジで完全に森村選手がフリーになっていると、はい、まあ、ここですよね。まあ、この時にディフェンスラインの目もやはりそのボールに行ってしまうので、最終的にこの森村選手のところが空いてしまうと。ここで長い笛、
J2 リーグ第9節アビスパ福岡対 FC 町田ゼルビアの一戦は2対0、町田が勝ち点3をアウェーの地でもぎ取りました。